強い。今日は、岡山駅前商店街の付近に来ています。メルパ、昔からここはもう有名な映画館ですけど、はい、じゃあ駅前商店街から、まあ、少し西側沿いにやってきまして、このハッピー酒場が結構目印になるかなと思うんですけど、この辺は意外と居酒屋とかが、ね、意外とディープなしかも感じのスポットが多いんですよ。で今日はね、いろいろ店が気になってはいるんですけども、今日は本当私がね道を友達と歩いてたら視聴者さんに出会いまして、でそのメンバーの中にですね、居酒屋というか店舗、いろんな飲食店を経営されている方が何人かいらっしゃったんですけど、その方がね経営しているお店に今日は来させていただきました。しかも大衆鉄板っていう、そのなんか前置きがいいよな。最近鉄板料理、お好み焼き行ったりとか、かなぺこでもね、いろいろ鉄板料理出してもらってるんですけど、今日はこちらにお邪魔してみたいと思います。で、なんかめっちゃ美味しそう。全然ごちゃごちゃ焼きとかめっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。しかもこの真っ黒ハイボール、なんかもうインパクト大な K-1 ファイターさんおすすめみたいな、おすすめみたいな感じになってるけど飲めば飲むほどなかったことになって、すげえ。じゃちょっと入ってみたいと思いまーす。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ私を今日こちらで、ね、紹介していただいたので、いただきました。ありがとうございます。増田さん、あれ増田さんだったっけ、増田さんです。今回ご紹介するお店が岡山市北区駅前町1丁目にあります大衆鉄板でんでんさんです。店内は大衆鉄板焼きとは思えない綺麗な感じ、あのちゃんかわいさんも来たそうです。いやー楽しみですね。今日なんかいろいろこのメニューとかもあったんですけどね、メニューもいっぱい、めっちゃある。しかも海鮮もあるし、何物もあるし、サラダもあるしって感じで、お好み焼きもあります。で、人気メニューだとこれだって、ちょっと好き、さっきうちが気になるって言ったやつが、全然ごちゃまぜ焼きってやつあるじゃん、そう、鉄板ポテトサラダっての気になる。え、どうしよう、なんかちょっといろいろ気になるけど、せっかくなんで、はい、なんかすごいおすすめがあれば、はい、おすすめで行っちゃっていいですか。おすすめで行っちゃってもらったらいいですか。わかりました、はい、でおすすめがあったらぜひ食べたいなと思うんで、ちょっと、まあ、人気メニューとか、あ、はい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 、あと面白い感じの、面白い感じ、はい、面白い感じをちょっとチョイスして、めっちゃ嬉しい。じゃあお願いします、はい、それで、あと女子に人気のメニュー、めっちゃいいよ、はい、じゃあお願いします、はい、その前にドリンクを、はい、ドリンク真っ黒ハイボール、はい、黒いんだって、黒い、黒いのが、真っ黒の元っていうのが炭なんですよ、はいはいはい、それをハイボールで割って、炭を飲むってなんかあれイメージあるけど、でも結構サプリっていうか、なんかありますよね、はい、あとなんか、まあ、顔とかも炭のつけたりとか、美白効果とか顔良くなったりとか、はい、海外セレブとかで結構その、ね、炭で割ってドリンク飲むっていうのは流行ってるみたいな。新しい、うわーすげー、黒いんだけど味気にならん、これ。え、すげー、味はハイボールの味なんですか。味はもうハイボール、あ、はい、じゃあいただきます、
どうですか。あ、さっぱり。さっぱり、はい、普通のハイボールより飲みやすいかもしれない。飲みやすいと思います。めちゃめちゃさっぱりして調子乗って何杯飲みそうな感じ。いや、これハマる人は、いや、これハマるかも。もう、あの、一人で10杯とか飲む。しかも、ちゃんとなんかこの、つぶつぶ、はい、つぶつぶみたいな、なんか、炭のつぶつぶがあるけど。そうです。え、やば。炭の匂いはしない。炭の匂いはしない。炭の匂いはしない。めっちゃもったよ。しかもポテトサラダにチーズとかも合う予定でしかない。いや、やばいやばいやばい。見て見て見て、新しいよ。こんなん見たことない。マジで焼く感じ。鉄板屋で見んような形のものが出てきたみたいな。え、すごいんだけど。ポテトサラダのもともとの味はしっかりついてるから、チーズさらに上にかかってめちゃめちゃ美味しいんだけど、あとなんかこの上の赤いの何ですか、これ。ベーコンチップ。やっぱりこのベーコンチップめっちゃ美味しいんだけど、はい、やばい。この焼きチーズにこう乗せて食べるという超オシャンティーポテトサラダを試食します。カリッとふわみたいな、わかる？このチーズがまたうまいし、ポテトサラダはなんかホクホクだし、姉妹店の、あの、岩地区の、はい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 、あの、お肉。
もう、そうなんです。神戸牛 100% の実はハンバーグ。すげえ。すごい。すごい。いいですね。ボロボロになっちゃう。そう、確かに。切ろうと思ったらもう。焼くのめちゃくちゃむずい。いや、よくお兄さんあんな丸い形をキープしたまま焼けたな。わ、めっちゃいい匂い、肉の。今日すげえ、ハンバーグからこの匂いするけど、匂ってみてわからんと思うけど、なかなかよ。はい、肉、いただきます。歯ごたえがある。めっちゃうめえ。やば、こんな食感のハンバーグ食べたことないかも。でしょ。でも、これハンバーグ、まあハンバーグやけど、なんか普通のハンバーグじゃない。でもほんまにやばい。普通のハンバーグじゃない。ゲタカルビ、これおすすめらしい、はい、すすで、なんか2種、3種、4種って選べるらしくて、はい、この中からあの、はい、その選んで焼いてもらうみたいな感じ。そうですね、量も増えて、量も増えて、はい、なこれホルン
あとこのカルビ、はい、ホルモン、そのホルモンがコテツ、コテツね、はい、これがコテツね、はい、じゃーん、めちゃめちゃいい。じゃあまずコテツから、いや、カルビか、どっちにしよう、カルビかな。やわらけー、こんな柔らかいのに、こんな柔らかい、めっちゃすごいんやけど。いただきます。え、ホルモン一緒にしなくなるのある？なんか最終鉄板、最終鉄板のにさ、なんか出てくるものがすごいおしゃれすぎて、ちょっと予想が全然、なんか普通に鉄板みたいな感じになりつつ、デート連れて行ってさっきのポテサラとか出てきたら、え、めっちゃめっちゃうまいみたいになりそう。え、なんかイメージと違うかも。全然こうがっつり食べたいなっていうので鉄板食べに来るのも全然、うん、全然がっつり食べれてありだと思うし、うん、なんか普通におしゃれに女の子と来ても全然あり、ありな最終鉄板だと思う。このメニューは何じゃこれ、最終鉄板じゃねえってやっぱりこれ最終すごくない？戻った。あ、これはこれをつけるんですか？そうですね、うん、なんかでもちょっとそっち系というか。
じゃあ、シミのデザート、バナナキャラメリーゼでーす。え、すげー。え、バナナって、マジのバナナなんじゃ。バニラアイスと一緒に食べてください。え、待って、カミカミ、すげえ。ほんと、じゃあ確かにちょっとネバネバな感じ。じゃあいただきます。うん、シナモン、冷たっ。でも熱い、甘い、バナナの味、焼きバナナ。待って、情報量が良すぎる。結構合わないですね、組み合わせが。普通にまあバナナとアイスって合うけど、そのバナナがなんかもう食べたことがない味がするんだけど。やばいな、ハートを崩さずにカップで食べきれるかっていうゲームをするらしい。ええな、そういうのやりて。いや、もうこれ本当に美味しかったんだけど。待って、倒れた。やばい、どれ、うちの愛のハートが。どうしよう。待って、本当にごちそうさまでした。いやいや、こちらこそありがとうございました。いや、もう結構最近もうね、はい、出会って、あの本当にすごい早いです ね、 ここね、もうこんなに早めにもう、ね、招待していただきまして、実現するとはコラボが。いや、本当にめちゃめちゃ良かったです。しかもね、はい、3店舗あのされてるということでね、はい、あの表町の、はい、みかんっていう焼肉みかんですね、肉屋さんもそうだったとは、はい、あの私職場近いんで、はい、まさかのそこもですよ。あと宝冠町ですね、宝冠町のミラノチップと、はい、こちらのデンデンと3店舗ありますので、皆さんあのぜひぜひ、あのもうデンデンめちゃめちゃ美味しかったのでぜひ行ってほしいです。大衆デーパーって書いてあったけど、はい、じゃあ予想をはるかに超える料理が、はい、映えの料理とか出てくるんで、女子もいいし、はい、気軽に来てください。普通にあの味がめっちゃこだわりがあるということで、めっちゃ美味しかったから、もう視聴者さんすごい気に入るんじゃないかなとめっちゃ私は思ってます。で、ここすごい駅前よりもこっちの、駅前商店街の方なんでね、あの本町とかじゃない、ちょっと静かにこう隠れ家的な感じで、意外とゆっくりこうお料理も楽しめるかなと思うんで、はい、すごい視聴者さんもすごいなんか好きなスポットかなと思うんで、はい、ぜひ食べに来てほしいなと思います。はい、はい、まあ、もし、はい、この YouTube 見て来ていただけるということであれば、ちょっとサービスも、え、マジで、はい、させていただきます。全然喜んで。いや、ありがとうございます。はい、まあ、はい、もしスピチューブ見たということで、はい、ご来店していただいたら、鉄板ポテトサラダか、お、真っ黒ハイボールをどちらかサービスしますので。めっちゃいいやん。鉄板ポテトサラダもなかなか食べれるっていうところないんでね。そうですね、はい、ぜひ皆さん食べに来ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。すいません、最後にちょっと一ついいですか。はい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 、はい、こちらのスタッフさん、B21 のひろみさんですか。ちょっと待って、違います。初めて言います。ひろみさんじゃないですか。言われたら、はい、確かに。ちょっと後で検証しておいてください。視聴者さんにちょっと聞いてみる、はい、どうですか皆さん、コメントください、はい、っていう感じで、ここにいる人しか分からない。いや、本当にありがとうございました、はいはい、カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カナペコスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。